はい、中二科学、今日は化合、酸化と還元というお話をしていきたいと思いますが、皆さん前回の授業で単体というのは何ぞやというのをやったのを覚えてますか？単体というのは1種類の原子からできているものですよ。例えば O2O という1種類の原子からできているよ。 Fe、 これ鉄ですけれども、鉄という原子からできているよ。で、化合物というのも学びましたよ。2種類以上の原子が組み合わさっている。例えば H2O というふうに言ったら H と O ですね。 NaCl すら Na と Cl っていう2つの原子がね組み合わさってるよっていうのをね学びましたよ。そしてさらにこの2つ合わせてなんていうか、大丈夫ですか、覚えてますか？純物質ですよ。これは中1の復習になりますよ。はい。で、今化合物というお話をしましたが、2種類以上の原子が組み合わさることを何というかって言われたら、それは化合というふうに言います。化合するというふうに言います。例えば鉄 Fe と硫黄 S が化合したらですね、くっついたらどうなるのっていうと、硫化鉄 FeS というもの、硫化鉄ですねっていうものが出来上がるよ。とか、銅 Cu、 塩素 Cl2、ね、この2つが化合したらどうなるのというと、塩化銅という CuCl2 というものが出来上がるよというお話ですね。これ化合という話です。で、特に酸素と結びつくことを酸化というふうに呼びます。で、その酸化でできた物質を酸化物というふうに言いますよ。例えば炭素が酸化してできる酸化物は何ですかっていうふうに聞かれます。炭素というのは原子の記号でいうと C です。で、酸素は O2 ですよね。じゃあ C と O2 くっついてどうなるのって言ったら、はい、C+O2 矢印 CO2 ということで二酸化炭素ができるよという、これ酸素とくっついたので酸化というんだよということですね。さあ、ではこんな簡単じゃない化学反応式を皆さんにね練習していただきますよ。はい、銅 Cu という銅が酸化するので酸素 O2 とくっついた、そしたら酸化銅が出来上がる CuO です。その時の化学反応式を書いてくださいね。こういう感じですよね。また2倍したりなんなりっていうのが出てきますよ。もう一個、マグネシウム Mg が酸素 O2 とくっついて酸化して酸化マグネシウムになったら MgO ですね。その時の化学反応式を書いてみてください。さあ、できるかな、できるかな、2倍したりしますよ。さあ、どうするのかというふうに言いますと、例えば酸化銅の反応であれば銅 Cu ですね。で、酸素 O2 ですね。これとこれがくっついて CuO ができるわけないんですよ。 O がなぜなら O2 つって2つあるから。だからこれを分解すると Cu が1個あって O が2つあるわけです。で、このうちのここがくっついて CuO できるけど、じゃあこの O どこ行ったっていう話になるわけだから、数合わせをしないといけないわけ。その時にどうすればいいかというと、 Cu を2倍してあげてください。 2Cu にしてください。そうしたら 2Cu ですね。で、 O2 はそのまんまいきますよ。そしたら O が2つ、そうしたらこの Cu とこの O で CuO が1つできる、この Cu とこの O で CuO がもう1個できるってことで、 Cu を2つできるから 2CuO というふうになりますよ。はい、マグネシウム、酸化マグネシウムも同じことです。 Mg と O2 を足したら MgO にはならないですよ。 O1 個どっか行っちゃってますから、これ。なので、そうならないように Mg を2倍します。そうしたら1個の Mg と1個の O がくっついて MgO が1個でき、もう1個の Mg ともう1個の O がくっついて MgO がもう1個できるので、 2MgO ができるんだというふうになりますよ。ですね。はい、では次のお話、スチールウールって皆さん知ってますかね。食器を洗ったりするのに使う鉄なんですけども、これが燃やすと周りの酸素とくっついて酸化します。で、そうしたら酸化鉄という風になるわけですね。こんなキラキラしている物質が真っ黒になりますよ。で、これ一応化学反応式にすると 3Fe+2O2 が Fe3O4 というものになるんですが、酸化鉄という風になりますですね。で、だけど酸素とくっつく、酸素と化合するっていうのは実は燃やさなくってもなりますよ。例えばその辺に落っこちてる釘です。釘ずーっと時間経ったら空気中の酸素と酸化するわけですよ。で、酸化したらどうなるって言ったら、錆がつきますよね。この錆びついている釘、錆びついている鉄、これも実は酸化鉄です。だけどこれ化学式が違うんですよ。 Fe2O3 なんです。これとちょっと違うんですね。だからちょっと違うと実は色も違う、同じ酸化鉄なんだけど色も違ってくるっていう、そんなことがね起こり得るよということを覚えておいてください。
次、還元という話をします。酸化物から酸素を取り除くわけですね。酸化だったらある物質に酸素がくっついていく、今度はそのくっついている酸素を取っちゃうっていうことが還元というふうになります。なので酸化銅というこの真っ黒い物質から酸素を取ったら、なんと綺麗な銅に戻るはずなんですね。さあ、じゃあどうしたら綺麗な銅に戻ってくれるんでしょうか。はい、そんな時に酸化銅と何かを混ぜて燃やしたら銅と何かに分かれるっていう風になるわけです。つまり酸素がどっか行くっていう風になるわけですね。でこれ一応ね、化学反応式にすると CuO に何かを足して燃やしたら Cu と何かができるよ。さあ何なんだっていう話ですね。ここヒントは、石灰水に混ぜると白く濁りますっていうことは、二酸化炭素 CO2 ができそうですね。じゃあ問題、何を混ぜたんでしょうか。はい、正解は C、 炭素を混ぜて燃やします。でその時にちょっと化学反応式にするとちょっとまた注意が必要で、CuO と C を足すだけだったら Cu はまあいいですよね、出来上がりますよね。でもあと O と C1 個ずつしか残ってないので CO2 ができないんですね。なのでこれちょっと数合わせ必要ですよ。 CuO を2倍してください。で、CuOCuO ですね、 2CuO にしてあげてください。これに炭素 C を1個足しますよ。そしたら Cu が2個できて、で CO2 ができるっていう、こういう化学反応式が出来上がりますからね。はい、こういう数合わせね、楽しくやってくれると嬉しいなと思います。はい、皆さんとっても寒い時とか、あ、ちょっと熱があるなとかっていう時どうしますか。とっても寒かったらカイロを体に貼っつけたりしませんか。熱あるなと思ったら熱をね、冷ましてくれるシートをおでこに貼ったりしませんかね。はい、これ実はこの酸化と還元関わっておりますよ。一体どういうことっていうと、例えばお弁当、電車の中でね食べるようなお弁当って普通冷たいだけど、ちょっとね紐を引いたりするとなんとお弁当が温まる、勝手に温まるみたいなね、そういうお弁当もあったりします。これ何かっていうと、酸化カルシウムというものが入っていて、で糸を引っ張ることでそこに水が混ざる。そうするとなんと熱を発生するんですね。それでお弁当が温まる。これカイロに関しても中に酸化鉄が入ってます。それが封を切ることによって周りの酸素とくっつく、酸化するわけですね。そうするとなんと熱を発生するわけですね。そういうのを発熱反応というふうに言います、ね、化学の力ってすごいですね。はい、さらに熱を冷ますときに貼る、おでこに貼るシートだったり、あとガム食べて口の中スースーするなとかっていうやつですね。あとはこんなね、急激に冷やすことのできるこうパックみたいのがあるらしいですよ。でこれというのは水が蒸発するときに周りの熱を奪うっていう気化熱っていうのを使っていて、これ吸熱反応ですね。周りの熱を吸い込んでいくっていう反応というふうに言いますが、急激にね冷ますことができるんだっていうことですね。人類の英知ってすごいですね。はい、ちなみに日本では暑い夏に平安時代から氷を食べるという習慣があったそうですよ。けどこの氷っていうのは山の上、すごい寒いところにしかないわけですよね。夏そこまで行ってガリガリ食べてたのかっていうと違いますね。きっとそこから運んできたわけですね。これ江戸時代になるとなんとアイスクリームまであったらしいんですよ。でもそのアイスクリーム溶けちゃいますよね。でその時に江戸時代の人が工夫した方法があります。これこの山から氷水を持ってきますが、その氷水にあるものを混ぜるとなんと氷水が溶けないっていう風になるわけですね。まあ、絶対溶けないわけじゃないんですけどね、長い時間置いてたら溶けるんですけどね。でも溶けづらくなる、もうずっと冷たいまま維持することができる。何を混ぜたんでしょうね、ということはこの授業では教えずに終わりたいと思います。以上、ご清聴どうもありがとうございました。調べてみてくださいね。